こんにちは、賃貸の尾崎です。本日は、奈良市西富ヶ丘にございます、グランドパレス学園前、鉄筋コンクリート造マンションのご紹介をさせていただきます。はい、そちらのですね、4LDK のお部屋のご紹介となりまして、大変、特別感のある、お部屋となっております。はい、まずですね、こちらのリビングの方ですね、約13畳ほどの、広いリビングとなっておりまして、まあ、こちらの方ではですね、ダイニングテーブル、また、テレビやスマホの方も置いていただけるような、リビングになっているかと思います。はい、そしてですね、こちらの方、リビングの方にはからですね、バルコニーに出れるようになっておりまして、こちらの方には L 字のですね、バルコニーですね、こちらの方で洗濯物やお布団の方ですね、干していただけるようになっております。はい、後ほどですね、キッチンの方のご紹介をさせてもらいますね。隣に面したお部屋、こちらの方が和室一応6畳となっておりますけれども、まあ、その6畳と別にですね、こちらのスペースの方もございますので、こちらの方も使っていただけるようなスペースで、まあ、非常に広く感じる6畳の和室となっております。まあ、こちらの方でですね、お布団の方、こちらで、お布団を引いていただいて、まあ、寝室としてお使いいただけるような、ところですね。非常に窓が多くございまして、光が入りやすく明るいお部屋となっております。はい、そしてそちらのですね、お部屋の方には、こちら、押し入れがございますので、まあ、こちらの方でお布団であったりとか、十分に収納していただきます。一軒半分ほどの、ね、横幅の広さの、奥行きのある、押し入れとなっております。はい、そしてですね、キッチンの方はですね、こちらの方は、ガスコンロ、三口ガスコンロ備え付けのシステムキッチンとなっておりまして、グリルの方も付いております。また調理スペース、シンクの方も広くなっておりますので、非常に調理のしやすいキッチンですね。上の方の収納スペースと、下の方にもですね、こちらの方と、また、こういった形で、引き出しタイプの収納スペースになっておりますので、非常に、まあ、収納のしやすい、キッチンになっております。はい、またですね、キッチンのそばにですね、こちらの給湯器のリモコンございますので、こちらで、温度変更ですね、すぐにしていただけるようになっております。はい、こちらのですね、インターホンになっておりまして、で、こちらの方がですね、4畳ほどの洋室となっております。まあ、こちらの方はですね、まあ、本当に子供部屋としてお使いいただいたりとか、また収納部屋としてお使いいただくのもいいかなと、ちょうどいいサイズになっているかなと思います。はい、そしてこちらの扉を開きますと、廊下スペースになっておりまして、まずこちらの廊下部分に、ね、収納スペースがございます。棚も、ね、ございますので、まあ、衣類と別にしたいものですね、収納していただきます。そしてこちらの方が洗面所ですね。洗面所の方には、大きめの独立洗面台、シャンプードレッサー、備え付けとなっておりまして、その奥に室内洗濯機置き場ですね、ございます。まあ、まだこの辺りにですね、スペースございますので、まあ、タオルを入れる棚であったりとかも置いていただけるかなと思います。はい、バスルームの方ですね、こちらの方も非常に清潔感のある広々としたバスルームになっておりまして、まあ、こちらの方もシャワーであったりとか、出したり止めたりするのが非常にしやすいものですね。上の方には浴室乾燥機もございまして、まあ、いい洗濯物を乾かすこともできるようになっております。はい、またその洗面所のところにですね、お手洗いがございまして、ウォシュレット付きとなっております。はい、また 4LDK ということであと2部屋ございまして、まずこちらの方ですね、はい、約6畳ほどの洋室となっております。こちらの方もですね、窓が多くございまして明るいお部屋ですね。また、こちらの方2面バルコニーということで、こちらのお部屋の方もね、バルコニーがございますので非常に使い勝手がいいですよね。はい、こちらの方もベッドを置いていただいたりと寝室としてお使いいただけますし、またテレビ、エアコン設置が可能ですので、個別の、お部屋としてお使いいただけます。はい、またこちらの方ですね、収納の方がクローゼットタイプとなっておりまして、奥行き、横幅と、しっかりとございますので、まあ、お洋服であったりとか、またショーケースなども置いていただいて、しっかりと収納していただけるような広さになっております。はい、もう一度ではございますけども、こちらの方が玄関スペースですね。玄関の方も大変広くなっておりますし、またシューズボックスなどもですね、置いていただけるようなスペースもございます。はい、最後にもう一部屋ですね。こちらの方が洋室5畳
少しぐらいございますでしょうか。まあ、良質となっておりますので、こちらの方も、エアコンも設置ができますし、まあ、寝室としてお使いいただいたりということも、できるかと思います。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。また、賃貸ものすけでは、ご来店予約をいただきますと、制約実績な特典をご用意しております。ぜひご来店予約お待ちしております。奈良のもつなし、奈良心、賃貸のものすけでは、皆様の家探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。